六屋根の構造イスラエルアシュドとの住宅六屋根とは傾斜のない平面上の屋根のこと、平屋根とも言う。陸とは水平の意味であり、その逆は不陸という。普通、六屋根を有する建築物の上の平面部を屋上という。水平な屋根を六屋根というのに対し、傾斜を持つ屋根は勾配屋根という。六屋根は一応は水平な屋根を言うが、 完全な水平面になっている屋根面はありえない。屋根勾配は屋根表面に水が残らないようにしたり、屋根面の不連続な箇所からの雨水の侵入を防ぐため必要不可欠だからである。六屋根にも雨水への対処として排水のためのごく緩い勾配の設定や防水指向が必要である。六屋根に設置される排水口はルーフドレインという。 六屋根特有の要素を一家に挙げる。なお、日本の建築基準法などでは、建物の主な用途に付随する施設として、一定規模の面積を超えなければ、回数に算出されない。ただし、高さに関しては、回数の判断にかかわらず車線制限や非加撃性、天空率の適用を受けることがあるので注意を要する。屋上施設を廃したり、ヘリポートを設置できることから、ビル、 マンションなどの高層建築物や病院などの特殊建築物に多く見られる。また、主にデザインの観点から一般住宅でも採用例が増えているほか、豪雪地帯では落雪事故を防ぐため、鉄筋コンクリート構造で6屋根を採用する住宅が増えている。沖縄県では1年で平均7回も台風に襲われ、住宅にも大きな被害が出ることから、 風に強い鉄筋コンクリート構造で、六屋根の住宅が非常に多い。また川が短く、雨が降ってもすぐに海に流れてしまうため、雨量が少ないと水不足になりやすく、六屋根の上に貯水タンクを設置している場合が多い。近年注目されている屋上緑化をはじめ、庭園や畑として利用する場合は、土砂重量に対する構造強度への配慮と、防音対策が必要となる。 同様に、設備機器を設置するためにも、基礎のコンクリートなどの構造を含めた機器の荷重に対する構造を計画、基礎の防水仕上げの巻き上げの処理についても考慮しなければならない。機器の増設に関しても、構造計算による検討が必要になる。六屋根は六屋根であり、陸屋根は誤りとする文献もある。六屋根は六屋根と読むのに対し、フリクは フリクであって、付録と読むのは、誤りとする文献もある ABCD 渡辺石川 1996P226 屋根とは ?6 屋根の意味を調べる不動産用語集、ホーム S、ハット AB 渡辺石川 1996P23 ペントハウスとは、建築、住宅用語集、丸わかり注文住宅パラペット。ありがとうございます。